パークフィールド三里は埼玉県三里市さつき平にある大規模分譲住宅地である。雪下粧のクラブハウス周辺2006年1月22日、撮影に外区1号館東側斜面の芝桜、三里団地の南側に隣接しており、中高層マンションが林立する。地区内の大半が第一種中高層住居専用地域に指定されている。 東外区と寺ウエストに分かれており、株式会社小松原研修事業団により東外区が、株式会社リクルートコスモスにより、寺ウエストが建設された。1988年12月より、パークフィールド三里2外区1号館より順次入居開始。分譲当初はバブル景気で、東京都心に近接した住宅地でありながら周辺地域に20階を超える。 超高層マンションがなかったため、新築でオクションとなる物件も多く存在した。総住宅個数は、東ガイ二1266個、テラウエスト1477個の合計2713個で、あり、ピーク時約9000人規模の住宅地である。新三里駅に最も近接するシーガイクは、商業施設、メガドンキホーテ三里店がある。分譲マンションは、 すべて A 外区に指定されており、東外区に8棟、寺ウエストに9棟建築されている。最寄り駅は、武蔵野線新三里駅であり、東地区から北に約1トルの位置にある。東に約2トルほどの位置に三里駅があり、こちらも利用圏内にある。地区内は、東部バスセントラルの308系統が終日、循環しており、新三里駅までは10分弱で連絡する。 東地区の北側に隣接する、三里団地二階区からは、東部バスセントラルの金52系統が発着しており、武蔵野線三里駅、筑波エクスプレス、三里中央駅を経由して、常磐観光線金町駅までを結ぶ。また、マイス海交通が2021年に新三里駅と、地区内と三里中央駅を結ぶバスを新設した。本数は、1時間に1本から2本運行している。 平日は以下のように終電後の深夜休校バスが充実している。さつき祭りの模様。ありがとうございます。